オフ会登場する前とオフ会の準備をする動画です。今日の動画はこちら。はい、もうすぐオフ会が始まるんですけども、泣いてくれた人がいたんだよね。それは、ね、たまたまあった子が泣いてくれたの。あれだよね、ゆうたちがランペンさんに会った時みたいな感じで、こんぐらい来てくれます。頑張りますよ。そんなに好きでいてくれてるんだね。こんぐらい来てくれます。ありがとうございます。っていうか、これからですよ。ゆうたちは今、待ち伏せをこれ待っているので、今から頑張ってきます。突入したいと思います。何より嬉しいですね、みんなに会える。嬉しいね。泣いてくれるんだよ。優しいね、なんかまだ何来てさ。すごいね、泣いてくれたのすごく嬉しかった。うんき、したよ。ほんとだ、かわいすぎ。かまれると思います。で、マネージャーさんが今こっちに来たらもう迎えたいと思います。絶対あんことか言ってるよね、多分。ロック、いや、なんか英語わからないで、あんこって言ってるかもしれないんですけど、カットは日本語で臭いと言いますね。かわいい、見てるよ。かわいい。じゃあ頑張ります。せーの、こんにちは、ヨーボーチャンネルです。ということで、今日はですね、まあ今撮ってる時は明日なんですけども、この動画を見てる時は今日です。なんと今日明日オフ会があります。イエーイっていうか、もう知ってる方は皆さん知ってると思うんですけど、もう終わった後です。これがもう終わった後ですね。はい、まあ撮ったら先はまだ明日ですけど、終わってると思います。で、今ね、オフ会の準備をしてたんですね。はい。なので、なんかちょっと飾り付けをね、パパッと見せたり、どんなプレゼントが当たるかも、はい、当たるかとかちょっと見せてください。はい、まずこちらがお皿ですね。飾りです。続いてこちらですね。この辺は、飾り付けします。この辺は飾り付けします。どう、おもちゃん、何それ。どう、あまりにあるの、ね、自分たちで作り上げるオフ会っていう感じで、もうこういうのも買ってます。こんな感じで、もう完全ハロウィンにな、ハロウィンなんじゃない、ハロウィンにしたいなと思っています。次はオフ会であげるものを紹介するよ。あの男性も2、3人の方来てくれるのよ。本当嬉しかった、それ。お、ね、あの選ぶときに、え、男の人いるよ。で、まあ男の人を選んで、まあ、もしなんかじゃんけんで勝ったときに男の人が出ても嬉しいようにこちらに出しました。はい。ビーギャビー。どういう風にセットしようか。私、ギャビーギャビー。そして続いてこちら。こちらは、まあ、また男性もいると思うので、男性が出ても女性が出ても嬉しいイヤホンです。はい、それ欲しい、マモン。いや、欲しい。参加しようかな。私も参加したいと思います。やめてください。もしこれでイヤホンかかっちゃったら、それに申し訳ない。もちろんあげるでしょ。なんでイヤホンのさ、あ、違うじゃん。これイヤホンとお揃いなの。はい、こちらイヤホンと、これをちょっと男の人出たらあれかなって思うんですけども、まあ、こちらがイヤホンとお揃いの財布でございます。もう今メイン商品かも。メイン。今はもうね、パンパンにね、こんなもうこんな入ってるんですけども、お皿にしましょう。お皿に。財布でしょ。ギガ。これ。私、ギャビーギャビー。これはモモとお揃いの、すごく飾りですけど、あ、貯金箱で、飾ったりもできますが、最初は。色は何色でもあります。そういうことじゃなくて、色はピンクと青です。モモは紫色がいいです。はい、日本語喋りましょう。これは回せないかったので気をつけてください。はい、はい、OK です。はい、はい、あそこに入れて。続いてが、あ、モモちゃん紹介して。続いては？続いてはユニコーンのフワンカッチです。ちょっと待って、じゃあ、はい、喋っていいよ。これは？ゴムもついてる、ヘアゴムがついてるハンカチとヘアゴムがついています。これはモモが好きなユニコーンがいます。ユニコーンが合いません。
ユニットがあります。スマート岩井紹介して。はい、こちらです。はい、しまって、あとは岩井が紹介してください。続いてこちら、ちょっと男の人が出たらちょっとあれかなってやつの、こちらは鏡とリップクロス。あとふわー、こんな感じで可愛い。さ、男の人はさ、そういう時はさ、あれじゃない？あ、じゃあ男の人専用のジャンケン。このスライムは、ちっちゃい子とかも ね、今回遊びに来てくれる。2歳から1歳。そう、今回ね、ちっちゃい子も遊びに来てくれるので。これいろんなのある。そう。だから多分これちっちゃい子向け。この、こういうのよりも、きっと、こっちが嬉しい、ね。種類は、自分だけの香るソーススライムを作ろう。岩たちも欲しいよね。欲しい。次がこれ、リップ。続いてが、ユアが持ってるアイシャドウでお気に入りのブランド。あれか、エチルドハウス。違った。違ったけど、リップ。違うのは分かるんだね。これは、千年少女でございます。で、まだあるよ。何？あと、消しゴムです。1個目はこっちの消しゴムで。え、消しゴムもあるの？ももちゃん。あったよ。あ、そうだったの？うん、消しゴムはこれじゃ、ほぼいろんな人当たるじゃん。それか、ももちゃん。セットにしないじゃん。あと、なんか消しゴム1個ずつだとちょっとね。もう1個は、このチョコビーの。どうしても明日だから早く。チョコビーの消しゴムね。これ今好きそうじゃない？もうギャビーギャビー。これすごい好きそうじゃない？え、これユウが、ね、これとあのさ、これとあれ参加しよう。参加やめて。今のじゃないんだこれ。で、あとこれはあの買ってきたというか、まあ買ったんですけど、ママの、まあ、私物として使おうと思ってたリュックで、これすごく可愛いんですけど、ずっとね前からオフ会やるときに誰か視聴者さんにあげたいなと思ってたもので、やっとこの時が来たので、これもじゃんけんで、こちらもじゃんけんで。ね、私とさ、当たります。あ、じゃあ1回戦私とじゃんけん、あ、2回戦ももとじゃんけん、3回戦ももとじゃんけんで勝つ。あ、それ勝ち続けた人が勝つみたいな。あ、いいじゃん。じゃあ1回練習です。これを皆さん、じゃんけん大会、急に、あ、まず最初にじゃんけん大会始めたいと思います。イエーイ。まず1個目の商品はこちら、全体です。こちらはですね、ママの私物でございました。私物のだった、待って、一回切る。こちら、ママの私物だったリュックでございます。やりたい人じゃ立ってください。はい、はいはい。じゃあ、イワンのじゃんけんに勝った人だけ立っててください。はい、アイコと負けの人は座ってください。わかりました。最初はグー、じゃんけんパン。あー、はい、あのパン食べちゃう。はい、全員ちょっと負けということで、じゃあもう一回戦やりましょうって感じでございます。すごいね。はい、じゃあおいで、めっちゃおいで、まあ、という感じで、まあ今オフ会の準備ということでこの動画を作ったんです。早く会いたい、みんなに。そしてあと、皆さんにサプライズとして、あの、お手紙ね、ミオとモモから最後にサプライズでございます、手紙を渡したの で、 書きでございます。まあ、今これ終わった後なので喜んでくれてるといいなって思ってます。手書きです。結構ね、頑張って書けました。手書きでございます。それからということで、でもね、じゃんけんで外れちゃった人で何もないじゃんね。ということで、じゃあですね、このオフ会のためにも作ったようなもの、ひやももチャンネルの、せーの、シールでーす。こちら、ひやももチャンネルのシールを、まあ、1枚ずつね、うん、ありがとうございました。最後に渡したいなと思います。これは、これはね、も貼ったり、こちらね、あ、ちょっと見えないかなと思うんですけど、これ丸の、こういう丸型のシールとなっています。あ、ね、剥がせるんだね。そう、なのでいろんなところにノートとかで貼ってくれたら嬉しいな。それは嬉しい、結構嬉しい、ね、ノートに貼ってくれたら嬉しい。かわいいよね。パソコン持ってる人、パソコンとかに貼ってほしい、ってるよね。じゃあこれを、まあ、こんな感じでオフ会やって、まあ今日終わってるので、もう終わってます。楽しんでくれましたか皆さん？みんなすごいね、終わってるんだね、この頃。楽しんでくれてると、みんなで、まるで岩本チャンネルはね、旅行に行くかのように、こんなキャリーバッグを持ってきます。あのまま車乗ってできないから、電車で行くので。そうなんですよ。まあ、まあいいや、電車でさ、会ったりして、それ恥ずかしい。恥ずかしいんだ。でも、アイマスクしていこうかな。あ、間違えた。アイマスク、意味が分かんない。歩けない。マスクしていこうかな。で、歩けるよ。スカイピースさんの手を下ろそうだよ。
なんで大阪より全然渋谷近いじゃん。改めて今日来てくれた方本当にありがとうございました。ということでまたいつかね、次はもう期待しちゃおう。いっぱい来るっていうの期待して、次はもっとねいいステージとか用意して、ね、皆さんと歌とかやりたいね。やりたい。次の時はもう2年生かもしれません。そうだね、今もう6年生だ。へそっこ6年生か。やだな、6年生じゃない。もうが3年生になったら、ひまちゃん勉強難しそうだった。本当見たの。見た。もうが3年生の時はいいわ。ということでバイバイ。はい、やったということで、あ、待って、まだということで、せーの、バイバイ。君の運命の人は僕じゃない、つらいけどいられない、でも離れがたいのさ。バイバイ。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ももからはツイッター、インスタグラムを見てね。バイバーイ。飾らないありのままの親子の日常をテーマに動画を撮っています。私たちの日常が何か皆さんの心に寄り添えますように。ももチャンネルのグッズもぜひチェックお願いいたします。